マノーロ・サンチスことマヌエル・サンチス・オンティジュエロはマドリード出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。レアル・マドリード一筋でキャリアを全うした選手。1983年から2001年までのレアル・マドリードでセンターバックを務めた。父親もまたレアル・マドリードやスペイン代表でプレーしたマヌエル・サンチス・マルティネスであり、チェーザレ・マルディーに パオロ・マルディーニ親子に続いて二組目となる親子二代で欧州王者を経験した。レアル・マドリードのカンテラ出身。1983年12月4日に、レアル・ムルシア戦でトップチームデビューをすると、その試合唯一となる得点も記録。その後18年間マドリード一筋でプレーした。エミリオ・ブトラゲーニョやミチェル、ウーゴ・サンチェスらと共に1985から86。 シーズンからリーグ5連覇に貢献。また、1986年の U-21 欧州選手権にも出場すると、大会最優秀選手に選ばれる活躍で、スペインの初優勝に貢献した。通算ではリーグ8回、コパデルレイ2回、UEFA チャンピオンズリーグ2回、UEFA カップ2回等、数々のタイトル獲得に貢献。 公式戦7 1 0試合に出場し、ラウル・ゴンサレスが塗り替えるまでレアル・マドリードの最多出場記録を保持していた。また、1993から94シーズンからは、キャプテンも務めていた。一方で、ジョン・トシャックは1991年に退任する際、チーム内における多大な権力を持ったサンチスについて、不運にも出会ってしまった最悪の人物と批判した。 スペイン代表としても1986年のルーマニア代表戦でデビューし、1988年の欧州選手権と1990年のワールドカップに出場した。しかし、1992年にハビエル・クレメンテが監督に就任してからは、キンタ・デルヴィトレのメンバーは代表から遠ざかるようになり、3月11日のアメリカ代表との親善試合がサンチスにとって、 代表最終戦となった。2戦から01シーズンに現役を引退。キンタデル・ブイトレの中では、最も長く現役を続け、唯一レアルマドリードで引退した。クラブ通算では710試合に、出場、40ゴールを挙げた。1コパデルレイ・スーペルコパ、コパデラリーガ。2UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA カップ、UEFA カップウィナーズカップ。 ありがとうございます。